佐々木勝てば7年ぶり桃田初優勝を狙います。初めから長いラリーです。アウトです。自分が先に攻めていってますよね。速いボール決めて沈めていこうという姿勢が見えますよね。ロングサーブになりました。打ってくる。ネット際際どいところ、ギリピカベスト8。これ前に出る。お互いこの高いボールはバック側に打ってきています。回り込む。長いラリーは佐々木ダメなんですけども、少し足が止まっているように見えますね。ここも攻撃的にしっかり動こうということで、自分で攻撃に行くんですけども、それが またミスにつながったりということで、少しちょっとペースがつかみづらいですかね。こういうふうにペース早く自分で動けば足も自然に動いていくので、佐々木もついていきます。5連久々に桃田のサーブです。またバック側クロスで落とす。ここもクロスラインギリギリ入りました。桃田選手が余計球を読みやすいという展開になってますよね。今クロスで落とす。得意のネットプレー。そうですね、つなぐコースをしっかりやっていかないと、相手にいいコースに返されてしまいますから、非常にやりにくくなりますよね。上がる強打。桃田拾います。桃田の今度はクリア。揺さぶりますが入りました。ここは5ポイントビハインドです。桃田ギリギリを狙う。下げる。ここで強打。拾う。はい、いっぱいを狙います。クロスで返す。ここで逆。長いラリーとクロスは拾いません。7人で行くんですけども、これがミスにつながっているような感じがしますよね。佐々木が6連続ポイント。ただ2、3、4点であれば十分追いつけるチャンスあると思ってやれてくるでしょうから、桃田が押し込んできました。引きが非常に強いのかなという印象がありましたから、クロスで決まりました。佐々木のサービス下げます。なかなか桃田が強打まだ打てません。深いところ、ここで打ってくる。いいんです。スピードを上げて桃田選手のスピード勝負をすれば、どちらかというと桃田選手有利になってきますから、まだ十分ありますよね。長めのラリーになってきました。とアウトです。佐々木の方に向かってシャトルが伸びてくる。そうですね、はい、際どいところ、ここも風が流れているのではないかという代々木第二体育館です。前に落とす。スマッシュ。上げて、ああ今度は逆に、ここも速い。2チャンネルをご覧になるにはリモコンなどでチャンネルの変更が必要です。押し込んでいく。
アウトだ。緊張があるのかなっていうイメージの、はい、不安があるのかなというふうに見えますから、いやいいショットだ。きますし気持ちも乗ってきますから、そこで少し変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。と連続で取って一旦佐々木が切りました。